警察などによりますと、昨日夫が釣りに行って帰ってこないと男性の妻から110番通報がありました。行方がわからないのは浜松市西区に住む80歳の男性で、プレジャーボート型の船で浜名湖周辺の海にカツオ釣りに出たとみられています。また男性のボートは両側面に引き縄釣り用の竿が設置されているということです。海上保安庁は今日午前1時から巡視船とヘリコプターなどで捜索しましたが、悪天候のため中止しました。明日の朝から捜索を再開する予定だということです。